然観察できてないね。やはり黒紫のリコテンさん、100回目の方もありがとうございます。初音の方もありがとう。こんにちは。カズさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうございます。こんにちは。2度目の方ありがとう。今日パーカートム、略してパム、パムパムパム、かわいいかもしれないこんにちは、どうも。こんにちは。やっほー。こんにちは、どうも。やっほー。お疲れ様。こんにちは。どうも。よいしょ。初音の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。またおはよう。おはよう。はいよ。どうも。こんにちは。どうも。よいしょ。こんにちは。流れ星もありがとうございます。いつもの方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。今日もお昼配信は1時間です。1時間予定です。こんにちは。今日も素敵な笑顔だね。見えんけど。ちょっとお昼配信はさ、大丈夫。こんにちは、どうも。やっほー。うん。こんにちは。アツアムの方、ありがとう。こんにちは。よいしょ。やつさん、もりもりいちご、ありがとう。ありがとうございます。こんにちは、どうも。初音の方ありがとう。こんにちは。よいしょ。ランチは何食べる？お昼ご飯？お昼ご飯も食べた。今日お味噌汁と昨日の夜ご飯のあんまり一緒。お味噌汁とケチャップ炒めのあんまり食べました。こんにちは。うん、アーリーさん、アーリーさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうございます。いつもの方ありがとう。そう、味噌汁、昨日の夜ご飯の余りを食べました。おめで作ったから。こんにちは。パムに会えるのは昼だけ確かにこの画像、じゃそろそろ帰るんでも、帰ろうと思ってるんだけどまだ帰れてない。いつもの方ありがとう。こんにちは、どうも。ミニ情全放出、全放出しました。頑張ってね。ありがとう。ありがとうね。みんなミニ情たくさんありがとうございます。ありがとう。うん。二度目の方ありがとう。こんにちは。初音の方もありがとうございます。ありがとう。
こんにちは。こんにちは。たまたま。みんなお昼ご飯何食べるの？何食べるの？こんにちは。ホルマンさん、もりもりいちごありがとう。ありがとうございます。こんにちは。いつもの方、二度目の方ありがとう。今日は夜一食になりそう？食べないの？お昼。お腹空いちゃうよ。こんにちは。二度目の方ありがとう。こんにちは、とも。こんにちは、とも。やほん。でも気に入ってないけど、とりあえずセブンで買う予定。そういうね。いいね。いつもの方ありがとう。こんにちは。茶漬け、卵焼き、唐揚げ。美味しそう。さっきご飯食べたけど美味しそう。今モス、いやモスもいいね。食べたいモス、久しぶりに。こんにちは。時間に追われる前にしたのです。忙しいね。でもご飯は食べた方がいいよ。時間あるときに。こんにちは、どうも。こんにちは。かむし昔ゆかりは何にでもチョコレート入れたから、たまはイチゴいる。何にでもイチゴ。いやー、イチゴはそのままで食べるのが一番。練乳かけてとか。練乳が一番、イチゴ。なんか、やだな。皮。うん、ガランチさん、もりもりイチゴありがとう。ありがとうございます。ね、これからラーメンいいな。ラーメン食べたけど、私もトゲミン投票してきたよ、ありがとう。私はもう昨日配信の時に12時になった瞬間に投票したからでしょ。今日17時までだからね。忘れないように。今日の17時までです、投票。両キャラクター対象17時。うん、こんにちは、どうも。初音の方ありがとう。2度目の方もありがとうございます。さっきミスタードーナツのドーナツにしたらお昼ご飯、そのまま汁そばが好き。ドーナツも好きだけど、ポンデリングとかハニーチュロとかも好き。今まで東京油そば買ってしまった。それめっちゃ気になってるんだよね。カップ麺のやつだよね。それお店のさ、油そばめっちゃ好きで、めっちゃ気になってる。今度買おうと思ってる。二度目の方ありがとう。100キロ完了です。ありがとう。ありがとうね。こんにちは、初見さんコメントありがとう。こんにちは。早めにしてきた投票ありがとうございます。こういうね、10位以内に入ってほしいから。こんにちは、ひょうちゃん、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶり？昨日来てなかったっけ？昨日来てなかったっけ？あれ？来てたよね。初音の方ありがとう。こんにちは。鍵が欲しいね。頑張ってるよ。サンリオショップ行きたかったな。チップで投票したかった。こんにちは、どうも。やっほー。昨日来てた、え、だよね。久しぶり？そんな久しぶりじゃないじゃん。二度目の方ありがとう。東京油組総本店回収のカップ麺。そう、それ。めっちゃ気になってる。
今度買おうとは思ってる。こんにちは、どうも。もう160万ポイント。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。どうも。2度目の方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。このカップ麺、油そばのカップ麺、食べたら感想教えてよ。めっちゃ気になってるから。今度買って食べようと思ってる。いつもの方ありがとう。こんにちは。こんにちは。どうもなんか気の知らん間に当選1位になった子がいて、テガスの子が1位取り返して、見た。びっくりした。これあれだよね。昨日さ、気づいたら、配信中に、5位とかなってて、すごーっと思ってたら、夜見たら、もう一回イベントのランキング見たら、1位になってて、びっくりした。で、今見たらまた、今まで1位だった方が逆転してた。すごい。すごい。一気に、昨日14位とかだったって聞いたからな。70万ポイント台だったかだったのか。じゃあ、もう1日でさ、200万ポイント近くさ、ガーって。すごいよね。びっくり。初音の方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。今日の夜配信早めですが、今日は早めに1回して、もう1回、2回やろうかなと思ってます。何時ぐらいだったの？ 18 時台他に1回やって、次の配信20時からとか、1時間2時間とかでやろうかな。最後2時間ぐらいやりたいから。でしようかなって今のところ思ってる。14位からね。めっちゃすごい。夜配信また食べるから夜配信で完成します。楽しみにしてます。やった、私もそれ。コンコンコンやってますか？今日も配信に応援頑張ろう、へんへんを。こんにちは。こんにちは、たもん。やほー。14位から3位になったりと思います。じゃあ14位から2位だね。今2位。昨日1位になってたけど。今2位だ。こんにちは。3位の時点で石油王が32本分投げたわ。32本分投げてた。すごい。3位の32本。すごいね。すっご。3位の時点でってこと。もう昨日、でも1位になってたからな。今2位だけど。すごい。1月目とかで、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。初音の方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは、どうも。32本だって、すごい。すごいね。こんにちは。どうも。何本投げたかもしれない。すごいね。今日ってそんなにいっぱいいるの？確かに。ショールームちらほら石油王の方がいるね。いつもの方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。ミニチコもありがとう。ありがとうございます。こんにちは。9しか投げないから数えられた。数えてたのもすごいよ。こんにちは、どうも。こんにちは。
今日京香ちゃんのファンやってくるか来てくれるかな、じゃあ席用の方いつでもお待ちしてるんだけど。うん、こんにちは、どうも、アトムの方ありがとう、こんにちは、どうも、やっほー、こんにちは、今日もあったかいね、25度ある部屋あったかい、石油おもちゃまた作ってこげるかやばすぎる、そのアバター、もうそう待ってる系のアバターパンダだけでいいよ。こんにちは、2位の方のコケランキング1位は188万2140ポイント。88万、そう一人ですごい石油王だわ、そりゃ石油王だ。こんにちはどうも、こんにちは、うん、二度目の方ありがとう、こんにちは、やっほー、うん、こんにちは、今日暖かいというやつね、梅雨毎日になったら涼しくなるんだろう。暑すぎる。今日もまたその格好で暑くないですか。これ違う、あの私は今半袖着てるから、画像がこれなんだけど違いますよ、パーカー今の時期やばいでしょ着てた。初音の方、2度目の方ありがとう、こんにちは、鳥天せんべいさん、100回目の方もありがとう、ありがとうございます、こんにちは、どうも、やっほー、やばいでしょ、かわいよ。やばいでしょ、かわいかった、初音の方、2度目の方、こんにちは、こんにちは、どうも、こんにちは、こんにちは、今日さ、お風呂めっちゃケバブが食べたかったんだけどさ、昨日の残りがあったからやめた、ケバブ食べたい。よかった、むず429人、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、もう初めましての方だね、初めましての方だね、初めての方だね、よかったはず、ありがとうございます、ありがとう、二度目の方もありがとうございます、今日このイベントだけで誕生計算でタワー63本分から63本分、すごい石油王だわ。カニジャーだもん、2度目の方ありがとう、あーあー、やほー、いつもの方、2度目の方ありがとう、こんにちは、キャラ星とかミニイチゴもたくさんありがとうございます、今日買いに出かけるのごめんな、いやいや違う、ご飯あったからそっち食べた方がいいなと思って行かなかった、
夜は何食べようかな。夜ご飯ケバブ何しようかな。あ、今日もあれだけど夜考えようこんにちは、どうもこんにちは。こんにちは、やっほー、どうもー、こんにちは。1週間早い、あっという間。この間このイベント始まったよね。この間もう日曜日、早いな。いつもの方、2度目の方ありがとう、こんにちは。どうもこんにちは、やっほー。こんにちは、いつもの方もありがとうございます。やっほー。うん、猫舌監督さん、レボスさんありがとう。会えた。来週もティフ、あ、ティフのオーディションあるの。いや、ショーランクがだいぶ変動しそうだね、来週も。ね、今日も暑いね。ママさんの予想当てれば、俺にイチゴクマタワー飛びかかる。私な、昨日8って言ったっけ。今日も3時とかだっけ。3時とか結果わかるの。当てるかな、今日は。適当に言ったんだけど。適当に言っただけなんだけど。こんにちは、どうも。あれさ、柿の部分なのに、ショーランク入ってくるのおかしくない。ショーランクね。おかしい。自分のイベントあるとすごい変動するかな。今、ショーランク S2。S2 だね。S4 までいたけど。棋譜がすごすぎて、S1 になってて気づいたら。そう、今日ね、1号エベは。ちって言ってたよね。なってるかな。うん。昼ご飯食べたおにぎりの栗あったかな。おにぎりはないけど、あの握ってはないけど、ご飯は冷凍しておいたから。あと昨日の作ったおかずの残り食べました。お昼食べた。貫通したっていう組み合わせで、まあ私イベント大きなイベントやってるから、イベントオーディションやってるからすごい今上がってるんだろう。オーディションの闇。うわ。ユータが飛び交うかい。なんかね、大きいオーディションっぽいから。あのイベントやってるの知らなかった、そんなイベントやってんの。最近知った。二度目の方ありがとう、こんにちは。日本テレビの8番買う予定、結果は知らんけど。どうかな、結果出たらまた教えて。夜配信で教えて。夏友の方、2度目の方ありがとう、こんにちは。こんにちは、どうも。お昼ご飯またおにぎりにした。いや、おにぎりじゃない。普通に食べるときおにぎりにしないよ、私。家で食べるとき。知らんくらい、そんなわざわざ握んないよ。普通にお茶碗によそって食べる。しないよ。久しぶりにおにぎり握って食べたよ。めっちゃ久しぶりに。初詣の方ありがとう、こんにちは。
めちゃきゃ牛タンでお願いします。だったらいいけどね。あっちは当たるかな、予想。めっちゃ適当に言っただけなんだけどさ、数字。いつもの方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。やらない子多いのかもだけど、オーディションカードを使い続ける限り課金分多いかもだけど、オーディションカードを使い続ける限り課金分の分配ない。あ、そうなの。そうなの。そんなのあるんだ、知らなかった。こんにちは。どうも。あれマジでやめながら気をつけた。鍋当ててて200席多いなりたい。当たったらいいね。当たるように見よっとくわ。おにぎり握ってるけど知らなかった。大丈夫だったよ。二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうもー、やっほー。こんにちは。こんにちは。どうもの方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。どうも。二度目の方もありがとうございます。こんにちは。やっほー。いつもの方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。みんな今日はお仕事お休みですか？日曜。もう5月も終わっちゃうね。あと1週間ぐらい。あっという間だ。6月か。梅雨かな、そろそろ。いつもの方、ありがとう。こんにちは。おやすみ。いいな。お父さん、宝くじで一等当てて自分にターン投げまくれば SS すごいいける。自分で自分にターン無理よ。無理よ。無理でしょ。別でアカウント作って。一等当たんないよ、そもそも。いつもの方、二度目の方、ありがとう。沖縄梅雨入りの。明日から天気、え、そうなの？やだ。明日から天気悪いの？あ。こんにちは、どうも。お休みだからライブ見に向かってます。いいね。楽しそう。なんだもん。辛くじか。いつか買ってみたいんだけどな。まだ買ったことない。買ってみたい。二度目の方、ありがとう。こんにちは。だもん。こんにちは。やっほー。うん。よかった。まずも順調に増えて嬉しい。429回も。450。いけるかもね。450。だってまだあと1週間あるじゃん、今月。切っちゃうか。夏物かな。
宝くじ買ったことあるけど100円しか当たらなかった。あ、でも100円当たればいいんじゃない？宝くじっていくら円すんの？いくら円すんだろう。450で関係日600です。600買えないで。宝くじ買ったこと、あ、これ読んだわ。間違った、間違った。来月からショーステラ始まるから、始まる予定だからさらに激戦。確かに、ショーステラね。あれがトップ3、毎月入っておけば、アワーと呼ばれるってことだよね、確か。じゃあだっけ、そんな感じじゃなかったっけ。アワーと呼ばれたいからな、チョルマワード。なんでもらえる。オーステラ、ブラックステラ目指さないとね。ラッパーなら1位取れる。そんなジャンルないんだよ。そんなジャンルないの。宝くじ1枚300円。あ、じゃあ100円じゃあれなのか。300円当たんないとちょっと元取らなきゃ。ひこさん、くじ運があるから宝くじ当たる？くじ運ある？私ある？あんま持ったことないけど。二度目の方ありがとう。こんにちは。目指せアワード。そう、年末のね、アワード呼ばれるように頑張る。夏もの方ありがとう。こんにちは。どうも、こんにちは。どうもどうも。カウタガート2個欲しい。そんな忙しそうだね。頑張って。今週レインボースター91個当てたからくじ運使ってしまった。めっちゃ当たってるじゃん。すごっ。そんな当たってたの、すごいね。夏もの方ありがとう。こんにちは。どうも、こんにちは。どうも。こんにちは。どうも、初号の方に、2度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。ヒットランキング、熊いちごが今3位で、モリモリいちごは、お、モリモリいちご11位だ。ちょっと上がった。11位で、モリモリ、うん、11位で、え、ミニイチゴ5位。ありがとうございます。5位、嬉しい。夏場の方ありがとう。2度目の方もありがとうございます。わし10位しか出ません。抽選レインボースターね。で、どうし、レインボースターが一番いいんだっけ。私はゴールドか。レインボースターとショーゴールドが一等みたいでしたっけ。ブンブンちゃんって先生もの見たことある。エンディング曲が昭和風でいい感じだと朝配信で言ってた。ブンブンちゃん、ブンブン初めて聞いた。知らない。もう今日買ったもん。430人ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。1ヶ月連続2回目ありがとうございます。こんにちは。どうも。メンバーさん5個、あ、1回当たったの。それなら良かった。2番目の方、どうも、こんにちは。どうです、どうも。こんにちは。嬉しい。先月の許可とまず超えて、先月413だったから嬉しい。ミスターさん朝配信、誰か朝配信だな。5位が結構遠い。5位、そうね、今18万ポイント差だね。強いよみんな。
このイベントもかなりさ、レベル高くない？だって9位までさ、100万ポイント超えてるよ。高くない？みんな強っ。みんな強っ。通りすがりですが、いちごどうぞ。ありがとう、初見さん。ありがとうございます。ありがとうね。お疲れ様です。お疲れ様。2度目の方ありがとう。レインポスター ×5 個と期限アディションゴールド100ゴールドだけ 0.5%。 じゃあそれが1等ってことね。どうだ。0.5 って全然出ないじゃん。99.5% 出ないってこと。全然出ないじゃん。クラキビなら1取れてたかもね。1レベル高いわ。こんにちは。許可ためではありません。分かってるよ。私と適応してないもん。2度目の方ありがとう。アバター自分でデザイン してる。これ全部。今あるやつ全部書いてるです。私が。こんにちは。どうも。野菜ならんとゲームせない。まあ確かにね。全然。こんにちは、どうも。やっほー。こんにちは。よいしょ。こんにちは。次、コスプレイベント。コスプレイベント今出るよってなかった。次ね、何でよかな。決めてないんだよね、まだ。次何入れようかな。こんにちは、どうも。お、近日開催、これか。近日開催、何入れようかな。うん、何入れるか決めてな。コラボイベント、ハムタロコラボイベントはなさそう。レインボースター出たと思ったら1個だった。でもそれならいいんじゃない。1個もまあまあ、いいやつなんじゃないの。上の景品なんじゃないの。違うの。こんにちは。メヌクとかもらえる。いる。これは、まあ、次は出ない。まあ。いい。日までの立てれる。6月2日までのやつがちょうどいいのか。6月2日。何がいいかな。発信すればフォロー増える。めっちゃ適当な予想だけどね。なんもなんかこのままこうだからみたいな、これが一着に来ると思うみたいなさ、しっかりした予想じゃなくて適当な数字言ってるだけの予想。その数字言ってたらいけないっすよ。こんにちは。ハマ太郎コラボイベントあったらハマ太郎の脱ぐもらえるかも。いや欲しいけど。可愛いからないよ。ハマ太郎のイベントはないね。
女子ってやつか、花火イベント、どっちかにしようと思ってるんだよ。みんなで花火を楽しむ。どっちか。かなぁ。って思ってる。いつもの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。皆さんのために東京湾の底に沈められました。そんな、怖いこと言わないじゃん。そう、ゆるいイベントにしようかなと思って。枕、安眠女子の方はちょっとよくわかんないけど、どんな感じになるか。今さ、このルーム一覧見たところでさ、増えるからな。あんま参考にならないから。まだ2ルームしかいないからちょっとよくわかんないんだけど。忍者誌にしようかな。思ってます。いつもの方に食べなかったんだけど、女の子と花火したい。しなよ。しなよ。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。今エントリーしてるのは、多分イベント出てるときはこれエントリーしてもさ、出ないのよ、このルーム一覧に。多分ね、多分出ないはず。え、出るっけ。多分出ない。だからまだ2ルームしかいない。そもの方ありがとう。2度目の方もありがとうございます。だからまあちょっとわかんないけど、これの特典はね、1位が高級枕で、高級枕と 3D 立体型睡眠用アイマスク、とアドマチップです。2位が売れ筋の枕、3位が売れ筋のアーミングッズっていうやつ。SS さんと また被るかな、アーミン女子。その方、あのショールームの公式イベントをずっと出てるイメージ。被るかな。同じごと蝶々イベントに出てるからまだ乗らないぽいね。蝶々イベント、蝶々イベントってなんだ。いちごとか、なんか他のイベントに出てる人、アミ女子っていうイベントなの。ちょっと来週はね、ちょっとあんまり配信できない日がありそうだよ。ゆるいべ出ようかなと思ってる。アミ女子そんなに激戦にはならないかなと思ってるんだけど、まあゆるくっていうかな。もう今週か日曜だから、今週、来週、次のイベントの週。まだ睡眠時間がさらに伸びてしまう。睡眠の質をね、高めなきゃ。時間も、あれだけど。もう9枕だって1。でも2位でも売れ筋の枕。売れ筋の枕。これにしようかな、このイベント。毎日配信は途切れるのか。できるだけ毎日しようと思ってるんだけど、イベント出るからには。まあでも、チケットが2枚あるから、確か。ここで、あ、配信管理か。入れるとか。2枚あるから。まあこれを使うのもありかな。でもね、ちょっとできなさそう。3日間ぐらい。用事があるかな。めっちゃ少しになりそうです。だから次のイベントはゆるーく毎日配信。そうだよね、こだわりすまん。まだ33とかだっけ。だからゆるくやろうと思ってる。
すごい品あるかも。もしかしたら。もしかしたらね。来週はちょっと配信時間がそんな取れなさそうだから、ゆるく行くつもりです。よいしょ。アーミング配信の、アーミング配信の早起き配信。アーミング配信寝起きってこと？朝？ああ、やだよ。朝、まあ、できればあんましたくないから、本当に時間がない時しかやらない。水入国でもそうしないよ。メガネ許可じゃん、ちょっと見れないな、きっと。メガネでやってるし。どうもの方ありがとう。こんにちは。しようかな、安眠女子に。前回ね、出ようと思ったの、この安眠女子のやつ。これ5回目らしいんだけど、今回ね。前回は、なんか違うのに出て、何出たか忘れたけど、違うの。お米のやつかな？違うのやつに出てね。出なかったんだよね。今回は出てみようかな、これ。ちょうど、期間がちょうどいいし。何してみようかな。配信中にお水。寝落ち配信はダメだ。寝落ち配信は現金です。書いてある。深夜配信？深夜配信はもうあんま知らないにしろと思ってるけど。初音の方、二度目の方、ありがとう。確かに枕に3万はちょっとハードル高い。なんかちょっと高めの枕らしい。2万円から2万5千円相当の高級枕だ。私が今使ってる枕は、前のやつだろうな。でも安い枕。安い枕使ってる。アミグスにいたら余計朝配信できなくなる。会社だってそんな元から。だって、ね。時間がないときだけじゃん。ヨガちゃんのゲーム配信好き。好き、美味しい。スイッチから、ありがとうございます。スイッチのアーカイブ載せとくね。まだ載せてないや、YouTube に。載せときます。二度目の方、アゾムの方、ありがとう。こんにちは。寝顔配信、寝顔配信しないよ。書いてる。寝落ち配信は現金です。ダメですって書いてある。ダメですって。ダメです。そう。ダメ。こんにちは。どうも。二度目の方ありがとう。こんにちは。いつもの方もありがとうございます。寝落ち配信嫌だな。嫌だな。と癒しボイス。ありがとうございます。ライブ会場着いたから楽しんできます。またね。またね。楽しんできて。またね。あ、頭の方ありがとう。実は今メガネしてます。あれあれ。今メガネじゃない。今コンタクト。コンタクトですよ。こんにちは、どうも。あ、頭の方ありがとう。スイッチ配信後に新配信するとクレーム来る。クレーム来るの？スイッチなら、やんない、やんない。やらない。やらないです。スイッチならできるんだけど、やらないです。こんにちは、どうも。こんにちは。初音の方、ありがとう。こんにちは。こんにちは。フォローありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ミヤサさんのクレームが入る。ツ
スイッチした後には初ルームはしないかな。初ルームしてスイッチして初ルーム。スイッチ遊ぶの。知らないかな。見えてますよ。使っちゃってるよ。二度目の方ありがとう。YouTube かなんかでネガ配信してる子いたよ。男だったけど。あ、YouTube できるのか。しないよ、しないしない。やったものがありがとう。クレームなんて言えません。言えません。マジでな。私が、ね。なんかクレーム言ったらなんか言うみたいな。なんか、ね。いつもの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうもー。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。どうも、どうも。やっほー。うん。こんにちはー。こんにちは。こんにちはー。じゃあ2度目の方ありがとう。どうもー。あ、どうもの方もありがとうございます。ね、配信ってちゃんと作ったらニコ生配信者の方。あ、そうなの。そうなんだ。クレームやったことがありません。クレーム、クレームある。うん、こんにちは。どうもー。こんにちは。キラボシもみんなありがとうございます。ありがとう。うん、ヤマケンさん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。こんにちは。どうも。うん、スペースランナーウェイさん、モリモリイチゴありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。あ、どうもの方ありがとう。こんにちは。あや、もう1時過ぎてる。あっという間。こんにちは。水平を 26.5 度ある。暑すぎない？いや、パソコンつけてるからかな。暑いね。あ、つむの方、二度目の方、ありがとう。さっきまでさ、25度とかだった気がするんだけど、1度上がったね。怖い、パソコン。ね、時間あっという間、1時間。早い。ニコニコ超会議で幕張で寝配信、公式配信でやってる時あった。公式が寝配信何やってた。こんにちは。初音の方ありがとう。こんにちは。どうも。こんにちは。決まったらエアコンつけようかな。さすがに暑いよー。そう、27度で今日も勝った。勝っても負けてもさ、質問。普通に。うわーってなんないのよ。こんにちは、とも。こんにちは。やほー。質問27度。もうエアコンつけなよ。暑いよ。エアコンつけな。二度目の方、ありがとう。こんにちは、とも。やっほー。うん、ミニイチゴありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。うん、こんにちは。どうもー。お、よかった。無造431人、ありがとうございます。ありがとう。初めての方だね。ありがとうございます。
ありがとう。あつもの方もありがとう。こんにちは、とも。エアコン盗まれて今ない。エアコン盗まれた。そんなことある？エアコンってどうやって盗むの？エアコン盗まれた、大変じゃん、やばいじゃん、買わなきゃ早くじゃん。エアコン、エアコンないと思う。夏やばいよ。私夏はニュースで節電でエアコン使わないと救急車で運ばれるって。エアコン使わないとね、熱中症になっちゃう。あ、室外機が盗まれた。え、そんなことあるの？なの二度目の方ありがとう。こんにちは。やばいね、そんな大変なことになってたの。室外機盗まれたの？室外機、すごいね、そんなのあるんだ。初めて聞いた。あざもの方ありがとう。こんにちは。え、そんなことあるんだね、気をつけなきゃ。私、こんにちは、どうも。怖いね、室外機盗まれることあるんだ。素敵な室外機が本体のようなもん。あ、そうなの？知らなかった。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。13分だ。そうそう、ランキング見かな。じゃあ13位からランキング読みます。室外機を気をつけ、まあ確かにね、気をつけようって言ったけどさ、確かにね、確かに。どうやってね、確かに。また夜投げに行きます。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ13位からランキングします。13位、ムラさん、ありがとうございます。12位、レントさん、ありがとうございます。11位、ゴン太郎さん、ありがとうございます。10位、ケンさん、ありがとうございます。ランキング変わった？ん？変わったかも。13位からも変えますね。13位、レントさん、ありがとうございます。12位、ゴン太郎さん、ありがとうございます。11位、ケンさん、ありがとうございます。10位、マモさん、ありがとうございます。9位、ヤマケンさん、ありがとうございます。8位、猫舌監督さん、ありがとうございます。7位、ピュアコンさん、ありがとうございます。6位、グラントさん、ありがとうございます。と、5位、ヤスさん、ありがとうございます。4位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。3位、アーリー1996さん、ありがとうございます。2位、カザトマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。そして1位が、フラマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。今日もお昼配信ありがとう。2度目の方もありがとうございます。どうもの方もありがとう。ありがとうございました。今日もお昼配信見に来てくれて。今日はイベント最終日なので終わる時間が早いから、ちょっと早めに夜配信始めます。2回する予定です、夜配信。今のとこ今来た。やほーやほー。夜配信1回目は18時頃からできたらしようかなと思ってて、2回目が20時ぐらいからやろうかなと思ってます。です。また夜配信でかな。また後でファンルームでお知らせしますね。マジで今来たところだから星だけ投げといて。ありがとう。ありがとうね。また夜配信で。今日もお昼配信ありがとうございました。ツイッチはし、あ、ツイッチ、また考えろ。しようかな。また考える。また夜配信でありがとうございました。またね。バイバイ。またね、お仕事ある方は頑張ってね。頑張ってください。